ック開封でパックのなんか上の方が折れ曲がっていたらレアカードが出るってツイッターで見て自分で確認して、開けてみたけど何回やっても全くレアが出なかったトリッピーです。ということで、本日もですねこちらポケモンカードポケット開封やっていきたいんですけれども、私ですねこちらのポケポケでとんでもなく沼が深すぎる機能を見つけてしまいました。それがこちらのショップ交換所。これを見るとですねまあいろいろ交換できますよ。でもここではなくエンブレムでもなくこちらのスペシャルでございます。周辺グッズで高級感漂うおしゃれなグッズが置いているわけなんですよ。まあスリーマンも購入してるんですけど、これ何かというとスペシャルショップチケット、これで購入できるんですよ。でこれはね自分のカード画面でレアリティの高いカードを消費すると入手できると。この自分のカードの星1以上になるのかな、枚数が多いやつ、例えばギャロップとか前回の開封で当たったんで、これのエフェクト入手から、まあもちろんねこのかっこよくギャロップを出した時に、まあ、こんな演出が入るようにもできるんですけど、こちら交換することもできるんですよ。スペシャルショップチケットと、これで枚数が減ります、ちゃんと。5枚から4枚に。これをすることで、たくさん集めると、あの、高級グッズが手に入ると。ちなみに、星1交換だったら1位なんだけど、やったことないけど、待って、俺夏目3枚当たったんだ。これは交換できんの？つか、エフェクトつけたいな、これは。あ、エフェクトつけれないんだ、夏目。5ですわ、レート。ショップチケット5枚。いや、でも、これはまだ無理だな。さすがに。なんかトレード機能出るらしいから、そこでなんかいいからと交換したいんだよな。で、2枚のやつとかはもちろんね、上限がね、無理なんですよ、これ。2枚以上交換時にないとこれ交換できないんで、2枚以下のカード割ることは、できません。それで私はですね、スペシャルセットボード。まあ、ファイルでもいいんだけど、まあ、まずはこのおしゃれなボードかな。下にね、6枚ぐらい入るところがあるんですよ。それつまりどういうことかというと、こういうことでしょ。鳥使いとかのこのこういうボードでしょ。こんな感じのボードが購入できると思うんだよね。私我慢できないんで、まずこちらから購入します。うわ嬉しい。そしたら多分このボードタッチすればいいんだよね。ボードで新規作成あります、あります。こちらにカードをセットできると。で、俺がセットするのはもちろん、こちらのピジョットになります。はい、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 6枚ちゃんとあるんですね。かっこよすぎ。待って、こっちにもセットできる。やばい！足りないピジョットが。これは悩む。まあ、ファイヤーとかフリーザとか置いてもいいけど、まあ、どっちかって言ったらポッポかな。今から進化するんだよっていう、そういう思いをコレクションファイルで表現しよう。めちゃくちゃいいじゃん。あと1枚欲しい。これね、ミスったんだよ。実はね、このピジョット、俺エフェクトね、2枚入手してるんですよ。この、なんか、ホコリっぽいやつ。鳥の羽のやつと、こっちの方がかっこいいなって思って、俺今これ設定してるんだけど、これ。かっこいいでしょ。これでね、俺ね、ピジョット2枚ね、なくなっちゃってるんですよ。これからピジョットを無限回収しようと思ってるんですけれども、ここで消費したのはもしかしたらもったいなかったかもしれない。まあでも、デッキでこれで使えるからね。これの、マイベスト。今まではね、ちょっと違うやつだったんですけど、変更です、これ。かっこいい、これ。これだよな、やっぱり。さらにさ、俺、リザードンのさ、イマーシブカード3枚手に入れたからさ、このファイルとか交換しちゃって、で、そのままさ、このファイルに、リザードンを新規作成からのリザードンにして、まずこれね、人影セットです。で、次に、リザードセットして、最後に、リザードン。めっちゃいいんじゃない？あ、かっこいい！いや、待って、これさ、さらにさ、リザード3枚と、人影3枚追加する。これ気持ちいいんじゃない？あ、かっこいい！なんだこの並び。これにするわ。さあ、ということで、今からですね、スペシャルセットプレイマット。これを狙ってですね、残り21枚。まあ、アートレアのカード、かぶりでね、手に入れないといけなくなりました。これは絶対にやりたいです。まあ、今まではね、うわ、かぶったーって思うんだけど、それがちゃんと喜べるんですよ、これからは。そんな大沼機能を見つけてしまった、ポケポケを楽しみすぎてる男ドリッピー、開封、やっていきたいと思います。最初の10連はですね、こちら、ミュウツーにすることにしました。俺ね、実は、こんなことやってるんですけど、まだサーバイト1枚しか持ってないんで、ミュウツーで組めてないんですよ。なので、ここで出したいのと、このパックには、ピジョットが入ってます。ありがとうございます。なので、ピジョットをね、ちゃんと狙って、開封、やっていきたいと思います。あ、あと何よりあれだ、ミュウツーのイマーシブカード。
これもね持ってないんで、ミュウツーパック、このパックだけはねちょっとさすがにたくさんあげたいですね、これからも。はい、ルージェラーからの、おっしゃー、いきなりサーナイト。ちょっとこれ交換しよっかなって悩んでたからさ、ちゃんと自力できたのは嬉しいぞ。じゃあこのポイントについてはなんか違う、いい感じに今欲しいカードを狙っていきましょうか。さあ星、とりあえず星1のカード、ミュウツー、あ、ミュウツー嬉しいね、ミュウツー嬉しいが、ミュウツー EX もちゃんと出していきます、ありがとうございます。ただもうミュウツー EX はこれ3枚目だから揃ってやると、もうこっからはちゃんとねアートレアの星以上を狙っていきたいが、 EX が出てくれるんですよ、これがね。こういう時に限ってめちゃくちゃ強い EX が大量。でもさ、10連やっても星11枚も出ないことも全然ザラにあるって考えたらさ、あのコレクションファイル集めるの相当鬼畜か、もしかして。そうだよね、もしかしてなかなか難しいことを今俺やろうとしてるんじゃないか。気づいてしまった。いや、上振れたらいいだけ、全然上振れたらいいだけ。まあまあ大丈夫ですよ、ちゃんと光りますよ。ちょっとたまにこうやって見るか。ああ何もないですね。じゃあちょっと長押しさせていただいて、はい、何もない。これもちょっとね全部光ってなかったから、光れ、いや、なさそう、これまずいか、光れ、これもないな。あー、いいですね。でもいや、こんなサクサク向いてたらまずいよ、みんな。やばいやばいやばい、はぁ、何もない、何もないよ。まずい、強欲すぎたかもしんない俺。やばい、俺の10連っていくらだ、1600円くらいでしょ。やばいって、とんでもない、何も出なかった。こんなに出ないことなかなかないっていうくらい出なかったんだけど、お願いだ、まだまだ開封させてくれ。はい、ということでいきます。いや、ゴッドパック引こう、もうここまで来たらそれしかない、俺にはそれしかないや。はい、フリーザくん、ありがとうございます。からの、はい、ドードリオ、この次、よし、あ、ガラガラ EX 嬉しい、ガラガラ EX ありがとう。これね、実はね、あのデッキ組めなかったんで、これでやっと組めるようになりました、あざーす。からのゴルーグ、ラッタ、はっ、ゲンガー、まあいいんじゃない、このゲンガー戦ったわ、そういえばゲンガーデッキのサバアタッカーにちゃんと入ってた。はっ、ミュウツーです。うわ、かっこいい。え、やばい、俺イマーシブカードこれでコンプリートした、ありがとうございます。これはいいよ、研究所から逃げてるね、これどう考えても。かっこよ、このイマーシブカードだけミュウツー以外のポケモン出てないんだよね。え、つか、あ、ミュウいるわ、ちゃんとミュウいました、かっこよ。いや、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます、マジで嬉しい。もう開封全クリしたと言っても過言じゃないでしょ、これはさすがに。ちょっと一回じゃあこれで俺のポケポケの動画については休憩だな、これ相当イマーシブ4、お、なんかいろいろ来てるよ。おお、3000枚達成、ありがとうございます。はい、あ、出た、いつも通り。これ何十回見ればいいんや、親の顔より見た本日のポケゴールドの使用条件に達しているためポケゴールドの使用もできませんです。はい、それではね、ちょっともう今日開封できなくなっちゃったんで、今回多分動画は短いと思うんですけれども、これぐらいで一回終わりたいと思います。まあとりあえずこの大沼機能を見つけてしまったんで、あれ、大沼機能を見つけてしまったから、なんか開封はとりあえず終わりって俺言ってたよな。なんで俺パック開封終わろうとしてるんだ、終われないんだって。だって大沼機能を見つけたんだから、ピジョットをたくさん出さなきゃ、あともっと星のカードを集めて、あのコレクションファイルを手に入れなきゃ。ごめんなさい、今なんかパック開封終わらそうとしてたわ、今。危ねえ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 、違う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 。動画編集してみたらね、10分ぐらいになってて、まあ、いつもより短かったんで、対戦動画入れていいですか。さっきね、
俺が無限回収するって言ったピジョットさんを大活躍させるデッキちょっと作ってきましたんで、この特性が、まあ、夏目と同じなんですよ。これのね相棒になったのが、今回は追い詰めるアーボック。この子の技受けた、ポケモンは追い詰められてるんで逃げれません。みたいな感じで、まあ、ベンチ呼んで追い詰めていくみたいな、そんな感じの、デッキになってますね。今日せっかくだからさ、視聴者と戦うわ。ツイッターに合言葉出そう。まあ、トリッピーでいいだろ。安直すぎるから、安直です。定期的にやってるけど、マジでね、これつぶやいた後ね、速攻でマッチングするんだよね。はい、マッチングしました。対戦よろしくお願いします。レベルがね、高いんですよ。なんか俺の視聴者、ちゃんと開封しまくってるやつ多いんだよな。はい、よろしくお願いします。ここっすね。アーボスタートがいいんだけど、来てくれるか。あ、ポッポか。まあいいでしょ。今回は、ピジョット EX を大活躍させるデッキなんで、ピジョット EX も普通にね、2L70 点で、そこそこ軽く出るんで、こいつね、殴る機会めちゃくちゃ多いんですよ。さあ、お相手はフリーザ EX! ちゃんとね、星2バージョンできております。しかも博士にエフェクトが入っております。これは、いいですね。ただ多分ね、フリーザスタートしたかったと思うんだよね。ハゲキシリって、この吹雪打ってからダメ感全部ばらまいて、最後に傷で打ってくるデッキだと思うんで、まあ、割と悪くないんじゃないでしょうか。これはね、博士研究しちゃって、ピジョン欲しい。うん、来なかった。まあ、アーボでいいかな。まだもう一枚博士の研究あるんで、次にアーボク引く可能性は高いんで。そしたらね、スピーダーもあるんで、アーボクから殴り始めましょう。さあ、はい、あー強い強すぎるよ。レッドカードは強いよ。傷薬、いや、まあ、いや弱いけど、傷薬は割とあり。傷薬割とありじゃない。ハゲ石につけたね。ってことはこれはモンスターボールで、もう一枚のポッポを呼んできます。俺の可愛らしい柄の、モンスターボールを使用して相手にマウントを取ってくれる人で、ポッポラボからの、傷薬あるんで、ハゲキシリとね、殴り合える気がするんですよ。ダメ感乗ってないと銃しか出ないんで。だから、ここはね、ポッポに殴ってもらいます。ピジョンに進化したら30点出るし、なんだかんだでちょっとは削れそう。あわよくば、アーボックの70点ラインぐらいまで削れていたら嬉しい。そこまで読んでます、私は。さあ、ハゲキシリつけてきたね、これ。2回で倒せると思ってるよ。俺が傷薬を持ってること知らずに。おぉ、サバキか。めっちゃ考えてたからね。いろいろ計算しておりました。はい。傷えぐってくるが、残念ながら私のプロプロは、傷一つついてない。素晴らしいポケモンです。ピジョン来た神。これは、さすがに、アーボでいいな。いつでもピジョットで、次のターンに殴れるんで、アーボにエネ貼っといて、ピジョンで30点。で、60だけど、そうだね。これ傷がついてたら、ダメージがね、70で倒れちゃうんで、こちらはですね、傷薬で。俺、ピジョン一番大切にしてるから、こいつを回復させないといけない。これ満タンになったら、ハゲキシリがさ、ダメージ出ないのめちゃくちゃいいわ。多分これちょっと、レッドカード打った後だったから、あ、傷薬持ってるかって今、結構あれ落ち込んでると思うよ。さあ、どうしますね、これ。ピジョットさんが大活躍する、そういう感じになっちゃうんじゃないですか。だってもうこれ、次のターン、ピジョットに進化して、70点で倒すからね、ハゲキシリ。さあ、あ、傷薬、なるほどね。関係ないんすよ、これ。もう一枚やったら話は違うけど、まさか、進化、この一枚がピジョットだとは、思うまい。惜しかったですね。あ、レッドカード。まあ、レッドカードは使わなくていいかな。手札向こうの3枚は、なんかそんなに動いてなさそうだったしね。はい、じゃあ、これで、追い払うも使えません。翼で打つでエネルギーがも、ついてる、ハギギシリさんをしっかりと、魚は捕食されるもの、それを思い知らさないといけない。コイキングのように。コイキングうまいのかな？コイキングうまいのかな？はい。フリーザ EX 来た。ここは、いやこれ、でもアーボックも一応ね、活躍させてあげたいんだよね。ピジョット今大活躍してるけれども。まあでも実際こんな感じのパターンもある。追い払うでテンポ取れるんで、相手の貝の化石とかが結構入ってるね。どうなんだろう、進化は多分しなくて化石だけ入ってるのかな。でも2面入ってるとかワンチャン進化する可能性すらある。貝だからな。はい、アイスウィング40点。
最近ね、化石だけ入れてるのは、あれ、ナツメキアですね。後ろで、育てたいポケモンとかがいると、あ、ちょっと待って。これね、追い払うわ。アーボック進化する前に追い払った方がいい。これ、情報を与えない。アーボック殴ってくるんだって、わからない状態で先に特性を使う。こういうところちょっと大事。さあ、まあでもさすがに回の稼ぎでしょ、これは。回の稼ぎいつでも取るしできちゃうけどね。逃げます。で、アーボをアーボックくんに進化させていただく。さあ、これで、しっかりと、レッドカード打ってきます。ここの4枚をね、ちゃんと3枚にさせていただきますよ。で、これでアーボックだったらね、吹雪の80点を、とりあえず1回は耐えてくれるんで。どうせね、フリーザ EX 殴っても、あれだから、いい感じに逃げるし、ピジョットの特性使おうと思っても、貝の化石とか、多分、前に出してくるようなパターンがあると思うから、そんなに関係ないけど、この状況で追い払った方が強い。絶対に。だって、フリーザ EX 絶対前に手張りするもんね、これ。これ次のターン。あ、やばい。いや、関係ないか。適当にポッポ差し出そうぜ、これ。ポッポは生贄です。サイド取りたかったんだね。さあ、で、こういう状況になるじゃん。あ、まあ、貝の化石はトラッシュしましたが、これ、普段だったら強い。だってね、手張りとスピーダーとかで逃げれるから。ただしかし、この環境、最強なんです。このアーボック君が、追い詰めるアーボック。これ、めっちゃいいぞ。で、アーボックにこいつも進化する。これピジョット活躍しましたね。追い払う手札0枚でもベンチが呼びますよ。まあここ貝トラッシュしてなくても貝呼んだら勝ってたけどね。だからまあトラッシュしてますが、ケアしてますが、追い詰めるのケアはできないようです。これはもう仕方ない。さあ、これいいんじゃない、今の環境ね、ポケモン入れ替えとかでみんな逃げないんですよ。逃げるを絶対に使わないと、ベンチに下がれない環境なんですけど、この第一弾環境。スピーダー使うからね。でもこれは逃げることができないんで、スピーダー持っていても、前に出続けるしかありません。ということで、こういう状況になると、もう、あとは、追い詰めていくだけです。強いよ。おもろ、このデッキ。そして、最後に、ちゃんと、星2の榊を見せてくれる、リスナーの鏡、ありがとうございます。はい。じゃあ、これにて、危なかった。逃げられていたらね、全然わからんかったけど、ちゃんと、アーボックも、ピジョットも活躍してくれました。はい。相手は逃げれないんで、サイド取って、対戦ありがとうございます。危ない、iPad Air が落ちるとこだった。やったー、強い。今回はですね、一番ピジョットとアーボックが活躍した試合を使わせてもらったんですけど、他にもたくさん戦ってくれた視聴者の方、ありがとうございました。またね、定期的にね、こんな感じで、多分募集すると思いますんで、ポケポケの対戦自信2期の人は、挑戦してみてください。ということで、今回ですね、こちら、ピジョットくんを無限回収するぞという強い意志をした、回になりました。もしこれがあと1枚埋まったら、ちょっと高そうな、コレクションファイルの方、30枚ファイルを買って、このピジョットを30枚ね、もう全部埋めていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。お疲れ様でした。